毎度おなじみバチ森ラジオは RKK ラジオで1995年から2005年4月1日にかけて平日午後に放送されていたラジオのワイド番組。1995年6月いっぱいで打ち切られたこちら九州ラジオ村等の光景として情報満載バチ森ラジオのタイトルで1995年7月開始。 当初は12.1314時台の箱番組を内放する役目も兼ねており、午後2時5分に一寸、一服を内放していた。1999年4月より放送時間が約2時間繰り下げとなり、夕方帯のワイド番組を兼ねるようになる。2000年4月機械編で、本田志郎以外の出演者が、総入れ替えされると大幅リニューアルされ、 さらには2002年4月期改編からメインパーソナリティが全曜日で本田志郎に統一、アシスタントも曜日別の5人とされた。2005年4月改編で終了。後継は小松志郎のラジオの卵と川口美穂のほわっと夕方の2番組となる。戦術の通り、アシスタントが曜日別となったのは2002年4月から、といずれも JST。 1999年以降は、ナイターシーズンとナイターオフシーズン、特に、ナイターシーズンにおいて月曜日と非金曜日で、終了時間が異なっていた。14時代、15時代、16時代、17時代、18時代裏番組、お昼も午後まだ末の対抗策として、ヨカニアミーゴを立ち上げたため。なお、ヨカにアミーゴは百九十九年度のみとなり一年で、終了、ルワイドは、 カツラギマヤのハイ、フォー、お昼ですとなる。この番組を最後に一時期ラジオ局へ移動、小松史郎と福島健一に代わり、史郎と文の日刊、朝丸をディレクター兼務で担当することとなる。大学生だった1980年代から RKK ラジオでパーソナリティを務めていた、宇田だが、この番組で生番組に復帰するまで一時期生番組から離れていた。 後継番組の小松志郎のラジオの卵にも続投劇団キララ主催者。ちなみに担当時の木曜日はマピルマの深夜放送と言われていたという2002年春の復帰時彼女にとってはキクマート発の RKK でのレギュラー番組となった2021年2月14日投稿の彼女の個人ツイッターでのツイートや塚原真希子の含みミラジオでの YouTube における おまけ配信での発言より、2015年4月から、後継番組、小松志郎のラジオの卵に出演。当時のマイクネームは、山田澄子。ナイター機のクッション番組でもある21時代の帯、番組、気まぐれ流星群を担当するため交番18時30分19時に、寒一お宮のマイスイートロードを放送するため、終了が繰り上げられた。なお、 関一を見やには、当時の金曜日アシスタントの塚原茉貴子も出演している。このコーナーは、素人ふみの日刊、朝丸の7時代に移動し継続。後継番組とその後継番組、ラジ展でも継続。2020年9月開編以降は独立番組となる。釘あや子時代のこの枠は、あ子のキッズステーションとされ、やんちゃで可愛いベビー素人ちゃんと釘が、 幼い子供や子育てににちなんだ話題を取り上げていた。ありがとうございます。